アラゲエンコは、長考を生む木ンコかアラゲエンコ族に分類される、蝶類。本種のみで、アラゲエンコ族を構成する。インドネシア、パプアニューギニア全長46センチメートル。メスよりもオスの方がやや大型になる。頸部は細長い。頭部は合毛で覆われる。全身は、褐色の光沢がある黒や暗褐色の羽毛で覆われる。 喉から腹部にかけての羽毛の外縁は灰色で横縞状や臨状に見える。腹部からおばき部の仮面の羽衣は赤い。お歯は短く、色彩は黒い。顔服や自列風切りの色彩は赤い。顔には羽毛がなく黒い皮膚が露出する。皮膚の露出は顔が果肉で汚れるのを防ぐ働きがあると考えられている。口彩は褐色。くちばしは黒い。 孔子の色彩は黒や黒褐色。オスは目甲部に剛毛からなる赤い斑紋が入る。標高600から2000メートルにある熱帯雨林に生息し、超高木がある環境を好む。樹上性。単独やペア、20パ以下からなる小規模な群れを形成して生活する。素早い羽ばたきと滑空を繰り返して飛翔する。樹上を移動するときは枝伝体によじ登らずに、 短距離を素早く羽ばたいて移動する。食生は植物食で果実、果汁、花などを食べる。繁殖形態は卵生。飼育下では2個の卵を産んだ例がある。出産間隔は4日。飼育下ではメスのみが放卵した例があり、放卵期間は27から31日。育数は死と共に行う。生息地では食用とされることもある。 羽毛は婚礼の際に贈り物として用いられることもある。開発による生息地の破壊、羽毛用や食用の乱獲などにより生息数は減少している。ありがとうございます。